皆さん、こんじゃなくておはようございます。朝ですね。今俺は旭川から美瑛の方に、運転してるんですけど、もうまず何を言おうかと思うんですけど、隣のトラックがでかいということをまず言ってから、もう天気が良すぎて、しかももうこの前も言ったけど白々しいじゃん、雪で。でも素晴らしいんですね。天国ちゃうか言うて、ほんま本当にもうね、特に昨日とかはあの山の方行って温泉入ってたんですけど、もう死ぬ前の老人のように人生楽しんでますけど、そうのんびりね雪山で温泉入ってたんだけど、もう本当に待って、ここ天国ちゃうかと言って、ちょっと辺りを見渡してイエス様探してしまいましたというぐらいね、本当に素晴らしい、あの1週間ぐらいになるんですけどこっち来てという時間を過ごさせてもらってます。主に感謝と言いながら事故ったらあのもう行っちゃうんですけど、もうね山の方が左前方の方にね並び散らかっておりまして、とりあえずため息が出ます、この美しさに。でもう本当に見せたいぐらい、ごめんなさいね、私今運転しててあの見て分かる通り見せることはできないんですけど、もう美しゅうていたり、もうね本当に栄光がねもう眩しすぎて、神様のね、いやー何回もねこうリルマインドされます。この世が信じてるこんな美しい俺らの周りにある世界が、たまたまできました、これも全部たまたまビッグバンでできましたっていうね、もう世界で一番大きな嘘に、はあ、世が流れてるこの残念さ、いや改めてね俺らはこれらの創造主を知ってるというもうハレルヤというね、もう気持ちでいっぱいでございます。みんなもねだからあのぜひ東京に住んでる皆様もあのちょっと大都会すぎて心が痛いところはあると思うんですけど、まあ、それでも空を見上げて周りの人々を見て、ふうやばい、皆さん気温マイナス10度です、Welcome to 北海道ということでね、もう気温はマイナス10度ということで、もう天国はこんなに寒くないと思うんですけどね、あのそう願いますけど、けどはい、周りを見渡して創造主である神様をね、我らの神様を、ブッダでもありません、釈迦でもないし、モハメドでもないし、アラーでもないし、太陽でもないし、あと何言いますか、もうあと何言いますか、じゃないです、聖書の神様、ジェホバ、エホバです、イエス様です。この聖書の神様が創造主ですので、本当ね、人間たちが作ってるこういう偽りの神様に目をやらないでください。うわー待って、これぜひ見せたいけどできないよね、マジで綺麗なんだけど、わー It's so beautifulOh my goodness. I feel so blessed. もうね、恵まれすぎて、名前をジェームス・めぐみに変改名しようと願う所存でございます。みんなもね、素晴らしいお時間お過ごしでしょうか。別にね、何を言おうと撮り始めたわけではないんですけど、とりあえず、もうね、てか道合ってる？え？飛行機？え？なんか道路に飛行機みたいなのが走ってます。えっていうか道が合ってるか分かんなくなったのでえ飛行機、飛行機、本当に飛行機、しかもどの航空会社かと思えば JAL、 待って待って待って、いや動かへんやほんまに、待って JAL JAL、もうね、いろいろもう頭が散らかってんですね、こっちを見ればいいのかこっちを見ればいいのか、待って本当に飛行機だった、あの道路を見ててなんかサメのさ、こうフィレあるでしょ、こういうドゥン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 ってやつが、それが道路から出てたから、え滑走路だったこの道路と思って、そしたら本当に飛びましたという、待って道多分間違えてるんで、ちょっと道確認しますので、みんなバイバイ、本当に謎な動画を爆発公開ということでね、みんな本当に素晴らしい恵まれた時間を過ごしてください、時を過ごしてください、
そして、ああもう今日もね、主に感謝したいと思います。まあとりあえずこのまま行き過ぎたら時間じゃないや、道間違えてるんだ。みんなチャオ、 God bless you。 みんな主を賛美しましょう。チャオ、バイ。